私の町には日吉神社があります。そして日吉神社のすぐそばに天台宗の寺院があります。その天台宗の寺院では三面大黒天が祀られています。それらは私の家から近く子どもの頃よりとても馴染み深いです。私にとっての岩はうぶすな神社です。ある時三面大黒天について知りました。 最澄が唐に渡り比叡山に誕生したのが由来大黒天信仰は最澄が日本にもたらしたものでした最澄は天台宗の開祖それゆえ天台宗の寺院で三面大黒天が祀られているのですある時日吉神社の主催神である大山杭の神について知りました大山杭の神はもともと比叡山の地主神 比叡山といえば最澄が延暦寺を建立した霊山ここで大山喰の神と最澄の濃い縁があるのです先ほど言いましたが最澄は天台宗の快奏それゆえ日吉神社のすぐそばに天台宗の寺院があるのですかつて神仏集合の時代には日吉神社と天台宗の寺院は合わさっていました明治の神仏分離令の時別々になりました 元は一緒だったのですいろいろと知るとなぜこの神社があるところにこの寺院があるというようなことが分かったりします関係性があったり意味があったりするのです皆さんの町にある神社寺院もいろいろと関係性があってそこにあるのでしょうそれを知るととても面白いですそんな町に生まれたり暮らしたりするのは何かその神仏と深い縁があるのでしょう